皆様、こんにちは、翔平、カイトです。今回もご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは、主にカープレジェンドの人物に焦点を当て、どのような人物だったのか掘り下げる内容になっています。カープファンの方、興味のある方、よかったらご視聴ください。ご視聴いただき、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。なお、普段のカープの話題に関しては、ブログに書いていますので、よかったらご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。今回は、カープを初優勝に導いた古葉武史氏を取り上げます。では、生い立ちから見ていきます。古葉武史氏は、1936年、昭和11年、4月22日、熊本県熊本市に生まれます。熊本出身のプロ野球選手といえば、やはり打撃の神様、川上哲治氏が最も有名でしょうか。その他にも、平成の三冠王、松中信彦、また、令和の三冠王、村上宗隆、も熊本出身、カープで言えば、孤高の天才、前田智則氏など、超一流選手をたくさん輩出している土地柄になりますね。古葉氏の父親は、鋳物会社を経営しており、比較的裕福な家庭だったようです。ただ、その父親ですが、古葉氏が高校2年の時に亡くなったため、経営が傾き、裕福な暮らしが一転したようです。古葉氏は、名門、済々黌高校に入学します。済々黌高校といえば、熊本県内で最も古い高等学校で、県内有数の進学校としても有名です。今、お笑い芸人で活躍しているクリームシチューの上田氏や有田氏もこの高校の卒業生で、彼らはそれぞれ早稲田大学と立教大学に進学しています。古葉氏は当然野球部で甲子園を目指します。ポジションはサードでした。甲子園には新2年生となった1953年春の選抜に出場し、準々決勝まで進みますが、浪花商業に延長の末敗れます。浪花商業とは後の浪商になります。その後も甲子園を目指しますが、予選で敗退。高校を卒業すると1955年専修大学に進学します。大学同期には後にカープでチームメートとなる興津氏がいました。しかし、大学1年生の夏休みに母校のグランドで後輩にプレーを見せていたところ、偶然その場に福岡県の社会人野球チーム日鉄二瀬監督の能仁航氏が来ていて、日鉄工業に入社するように勧められます。今では考えられない引き抜きですが、当時古葉氏は父親を亡くし、実家の経営状況を考えた時、自分だけ仕事もしないで大学に行っていてはダメだと悟ったようです。こうして日鉄工業に入社し、同時に日鉄二瀬野球部に入部します。日鉄二瀬に加入した古葉氏は1956年から2年連続して都市対抗野球大会に出場しています。ただ1957年転機が訪れます。この年の12月、当時カープの監督を務めていた白石克美氏が日鉄二瀬の同僚である江藤新一をスカウトするため会社に来ていたのです。現在は専属のスカウトがいますが、当時はそのような人はおらず、監督がスカウトまでやっていたようですね。ここで能仁氏は白石監督に対し古葉氏を売り込んだのです。古葉氏に対しては東映フライヤーズからも入団の誘いがあったようですが、能仁氏は選手層の薄いカープの方が古葉氏の出場機会が増えると見込み、カープを勧めたようです。また能仁氏は直接カープとの関わりはありませんが、広島出身ですからね、カープをひいきにしていたのかもしれません。なお契約当日、古葉武氏はぎっくり腰になり、急遽兄が代理で契約したそうです。ただカープに対してはぎっくり腰というと契約取り消しになるのではないかと考え、風邪ということにしたそうです。こうして1958年古葉氏はカープへ入団することになります。すると古葉氏は1年目から1軍で活躍します。ポジションは主にショートを守っていました。初のキャンプにおいて監督からオープン戦で3割打ったら使ってやるとの言葉に発奮。
オープン戦で3割近い好成績を残します。こうしてセカンドの小坂、ライトの森永とともに3人の新人がレギュラーを獲得しています。しかし新人3人が同時にレギュラーなんて、よほど選手層が薄かったんですね。小橋は新人の年、当時国鉄の大エース、あの金田正一氏からサヨナラホームランを放っています。1年目こそ8月19日の太陽戦で骨折したため、以降のシーズンは欠場しましたが、2年目から規定打席に達し、年々成績を向上させます。打順は2番が多かったようです。1963年には初めてオールスターゲームに出場し、第3戦では MVP を獲得しています。この MVP を足がかりに後半驚異的なペースでヒットを量産し、あの長嶋茂雄氏と首位打者を争うことになります。ただ10月12日の太陽戦でデッドボールを受けます。これは下顎の骨が真っ二つに割れる重傷であり、残りの試合を欠場する事態となります。この時点ですでに規定打席に達していたため、打率は3割3分9厘で確定します。ここで長嶋氏が3割4分1厘で首位打者のタイトルを獲得し、惜しくも首位打者獲得とはなりませんでした。後に長嶋茂雄とは監督として火花を散らすことになります。ただ小橋はこのデッドボールが選手生命の転機となります。翌年以降、デッドボールの後遺症から投球に恐れを感じ、腰が引けて打撃に支障をきたすようになるのです。そのためバントヒットで稼ぐなど、機動力を前面に押すプレースタイルへと移行しました。ただ思うようなバッティングができず、前年首位打者争いをしていたのが嘘のように、打率は2割1分8厘と規定打席達成者の中で最下位となります。その一方、自己最多の57盗塁を記録して盗塁王に輝いています。翌年からはセカンドへコンバートされると、1968年にも39盗塁をマークし、2度目の盗塁王に輝きます。ただ当時の根本監督と衝突し、1970年南海へトレードされます。ただ南海に移籍しても、キャンプ前のトレーニング中に首を痛めるなど満足なプレーができず、1971年に現役を引退します。引退後はそのまま南海に守備走塁コーチとして残ります。小橋は後日談として、現役時代は一度も2軍に落ちたことがなかったので、若手を鍛える日々はとても新鮮だったと語っています。また一軍コーチとなった1973年には野村克也監督に仕え、リーグ優勝に貢献します。この時、相手のチームと比較して自分たちの弱点をどう克服していくか、何が足りないかを考え改善していくというチーム作りにおいての基本方針を学んだようです。この経験が後ほどカープの監督になった時に生きてきます。ですから小葉野球の源流は野村野球と言えるでしょう。南海のコーチを2年務めますが、1974年カープに復帰することになります。この年監督に就任したカープ同期入団で専修大学の先輩でもある森永克也氏から入閣要請を受けたのです。小橋は森永監督のもと一軍守備走塁コーチとして選手の指導に当たりますが、チームは最下位、森永監督は1年で退任することになります。翌1975年、監督には日本球界初の外国人監督であるジョー・ルーツ氏が就任します。小橋は引き続きコーチとしてルーツ監督に仕えます。ただ思いもよらない事態が発生します。ルーツ氏は開幕当初から審判の判定は巨人びいきで、カープに不利な判定ばかりすると思っており、際どいプレーに対してはすぐに抗議を行っていました。もっともルーツ氏は後日チームの士気を高めるためだとも話していましたね。これはブラウン監督も同じようなタイプでした。ただ1975年4月27日の対阪神戦で、佐伯投手が掛布へ投じたボールがボール判定されたことに激高し、審判に暴行退場を命じられたが、それも拒否したのです。
ここで審判団の要請を受けた球団代表の重松氏がグランドに降りてルーツ氏を説得したことが気に入らず、なんとこの試合を最後に監督を辞任したのです。次の試合から4試合は野崎コーチが監督代行として指揮を取りましたが、5月3日から小葉氏が監督に昇格したのです。この時まだ39歳という若さです。今ではここまで若い監督はあまり見かけません。小葉監督はルーツの意思を受け継ぐとともに、南海で経験した野村野球も絡め、見事球団史上初のリーグ優勝をもたらすのです。その後も機動力を生かした緻密な野球で、1979年、1980年、1984年とチームを3度のリーグ優勝、日本一に導いています。カープは2016年、25年ぶりの優勝を果たしていますが、日本一は1984年小葉監督が達成して以来成し遂げていません。これは12球団最長です。今は新井監督に期待するしかないですね。話を戻しますが、小葉氏は就任当初はサードベースコーチとしてサインを送っていました。現在コーチャーズボックスに立つ監督はいませんが、小葉監督より前の時代では藤本貞義、鶴岡和人、三原治、水原茂など名監督と呼ばれた監督が自らサードコーチャーズボックスに立っていた人が多かったようです。数年後からはベンチで指揮を行うようになりますが、小葉監督といえばベンチのバットケースの横で体を半分出したり隠したりするのが有名でしたね。このことをテレビで芸人がネタにしていました。小葉監督はあそこが一番グラウンド全体が見渡せると話していました。これは社会人野球時代の能人氏を真似たとも言われています。また現在どこの監督も攻撃の時は立って守備の時は座って指揮を取っていますが、当時小葉監督は守備でも攻撃でも立ちっぱなし。監督が立ちっぱなしですから、当然コーチも立ちっぱなしでしたね。それだけ試合に集中していたのでしょうか。小葉氏は11年もの間カープの指揮を取った後、1985年に辞任しています。今ではここまでの長期政権というのはあまり見られませんね。最近では10年間日本ハムの監督を務めた栗山氏くらいでしょうか。カープ監督退任後は1年間解説者を務めた後、1987年からは大洋の監督に就任します。ただ小葉氏によると、カープと大洋では選手の考え方も力も全然違ったようです。例えばカープで練習の虫と言われた高橋義彦選手は T 打撃から強振し、1日に何百スイングもこなした。一方大洋の選手は約200球入るカゴの球を振っただけで足が痛いと訴える。またカープ監督時に一緒にやっていた小林正幸や寺岡隆、佐野義行、福島久明などのコーチを引き抜き、チームの成績アップを狙いましたが実りませんでした。結局大洋での3年間すべて B クラスに沈み、辞任することになります。カープファンとしては何とも複雑な心境でしたね。ただコーチのみならず、カープの名スカウトである木庭氏まで引き抜いた時はさすがに腹立たしかったです。大洋の監督を退任してからは社団法人少年軟式野球国際交流協会理事長に就任。1993年から東海テレビ放送などで野球解説者、東京中日スポーツ野球評論家として活動しています。当時は何で縁もゆかりもない東海地区で解説をしたのか不思議でしたね。社会人時代の福岡、選手、コーチ、監督として広島、関西、関東で仕事をしていたので、残ったのは東海地区ということだったのでしょうか。1999年には野球殿堂入りを果たします。その後はプロ野球マスターズリーグ札幌アンビシャス監督を務めたり、東京国際大学の監督に就任したり、幅広く監督業を行っていました。その一方で2003年には広島市長選に立候補、2004年には自民党より比例代表で出馬しましたが、いずれも落選しています。市長選では小葉陣営の選対事務局長を務めた人物が、
対立候補であった秋葉忠利の当選を妨害する目的で嘘を書いた中傷ビラを配布したとして公職選挙法違反で逮捕されています。その後は体調を崩し、2021年11月12日、心不全のため東京都内の病院で永眠されています。享年85歳でした。以上の通り、古葉武氏は、カープを初の優勝、日本一に導いてくれました。カープの監督としては白石克実氏と並び、11年指揮を取っています。この11年間で、日本一3回、優勝4回、B クラスはわずか2回と、カープの黄金時代を作ってくれた、まさに名将。カープ歴代の監督で最も優秀な成績を収めています。ただ、カープ退団後は、大洋の監督に就任し、カープからコーチやスカウトまで引き抜く、選挙には落選するなど、あまりいいイメージがなかったですね。本来であれば、広島に戻り、GM のような仕事もしてほしかったです。以上が、古葉氏の生涯です。最後までご視聴いただきありがとうございました。感想などいただけるとありがたいです。また、このチャンネルでは、今後取り上げてほしいレジェンドを募集しております。最後にチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、またの動画でお会いしましょう。